28日第69回国連総会万端演説をアメリカは欧州連合と日本を全面に立たせ共産党政治的経済的圧力を加えて反共和国の人権決議なるものをご利用しに行く大な政治的挑発をした決議なるものは共和国で罪を犯して逃げた者や入管された何人かの脱獄者の証言という資料を集めたいわゆる世間人権状況関連調査委員会の報告書という暴力文書に基づく悪辣な誹謗と中傷で貫かれている。国連の歴史に当事国との対話も当事国に対する一回の訪問もなく調査報告書なるものが慌ただしく作られそれに基づいて総会の質問が採択されたことはない。アメリカが投票機会をかき集めてかろうじて決議採択に必要な投票数を満たしたが少なからぬ国々が人権問題のためでなく経済援助を遮断するとのアメリカと日本の脅威のため投票したと打ち明けたことは今回の決議採択が政治的おかさまであることをそのまま見せている。欧州連合の一部の国と日本は今回の決議採択の手先を名乗り出てこれまで備えてきた人権努力なるものが真の意味での人権向上のためのものでなくアメリカの諸般的中政策への政治愛の屈辱であったことをおぼからさらこだった。共和国は今回人権分野での幅広い協力の意思も明らかにし人権対話と交流を積極的に進める用意も十分に示したが敵対勢力は協力を拒否し対決の道を選んだ。これでアメリカの追従国は人権対話を唱えた自分らの立場が偽善であったことを見せ人権対話はもとより対話一般と交流協力の門戸を自ら閉めてしまった。アメリカが共和国に対する人権構成を本格的に監視したのは国連部会で共和国を人権流入したのように熱狂し推奨して武力干渉の命令を与えたことにその一貫目的がある。アメリカの国際行為新たな核実験をこれ以上受精できなくする状況下でアメリカの武力干渉武力侵攻策動に対応しても共和国の戦争抑止力は際限なく強化されるだろう。反共和国の人権決議なるものの採択による悪結果の全責任は決議採択の首謀者手先らが負うことになるだろうと述べています。今のキム・イルソン主席の著作国土管理事業を強化するためにの発表を50周年と偉大な金正恩総書記の著作国土管理事業を改善強化するためにの発表を30周年記念国土環境保全部門の全国科学技術発表会が19日平壌の人民文化宮殿で行われました。関係者と国土防衛部環境保全部門の科学者技術者教員がこれに参加しました。発表会では国中を森のように公園のように田園のように作り高地保護と山林造成道路と河川の建設を科学化現代化し大気と水の汚染を防ぐための科学技術上の諸問題を解決できる数十本の論文が発表されました。発表会では優秀な論文を出した人への表彰がありました。諸般イレブンが2015年東アジアサッカー連盟東アジアカップ大会の選出を決めました。13日から19日まで中国台北で行われた今大会2次予選リーグで諸般イレブンは中国香港を2-1グアム島を5-1で下し中国台北とは0-0の引き分けで1位になりました。こうして2015年8月に行われる東アジアサッカー連盟東アジアカップ大会の切符を手に入れました。国土環境保護協会下の中央育苗場は育苗の科学化、工業化、省略化が高いレベルで実現し国中を森のように公園のようにするのに尽くしています。育苗場には種まき、栽培、採取、風土循化、温室、野外栽培、農業試験
品種保全などの各エリアがあり、現在150種余りの漁師の菌が育っています。育苗場の従業員は研究を深め、ストロボスマスやハリマミなど30種余りの木を風土順化させました。近年も数百万本の苗木を生産して、この祖産太陽宮殿、マウスベ地区などと各種区域群に送りました。ドイツにその著存人であるリー・ジュンチクさんが、大国追従、売国一本党の台湾集団を非難する文を発表しました。文は、台湾担当省庁が有事作戦統制権移管の時期を無期限延期して軍事主権を放棄した。5日にはマスコミによって、南部担当省庁が北方の施設設置を中止しようとすることが暴かれた。対日対米追従分子が羽振りを利かせる南朝鮮政権は、軍事主権、領土主権も守れない救済不能の政権だと非難しました。イギリス、マルクス・レーニン主義共産党の機関紙、バルカル11月12月号に、帝国主義者の人権バッシングに対する朝鮮民主主義人民共和国の正義の対応と題した記事が載りました。記事は、朝鮮人権研究協会の報告書は、朝鮮民主主義人民共和国の人権制度と状況をそのまま見せるもので、人権でもってもアメリカと追従勢力の共和国バッシングが事実無根のものだということを証明している。共和国の人権を中傷する不純な目的と政治的企みは破綻を免れないと指摘しました。以上でニュースを終わります。オー・ヨンスク、諸行人がお伝えしました。こちらは諸行の声放送です。ではこの歌を聴きください。その求まくては暮らせない。